さあ今日も行ってみましょうと言いましてもいつもとちょっとね雰囲気違っていきたいんですけどもアンチ保守党の皆さんもね、えー、保守党支持の皆さん党員の方もまあ、全部ひっくるめてお話をしたいんですが最近ねこの保守党というのはちょっとゴタゴタしてるんじゃないのという話をこれはね党員の方とか支持者の方からも声が聞こえていきますまあそれは私も把握してるわけなんですけどもこれ結論言いますね私から言いますとえー、なんでそんなごたごたしてるってみんな言うのかなっていう不思議でなりませんで支持者の方がねこういうような 声を上げているのは事実なんですけども、これは、ね、かなり勘違いの部分といいますか、あとは、ね、早がてんとかね、あとはちょっとあのこう考え方の阻語とかそういうのがあるんですけども、大した問題に私は思えないんですよ。まあ、そのあたりを、ね、まとめてお話をしたいと思います。で、あまり、ね、保守党のこと分からない方も多いかと思うんですけども、えーとね、経緯は簡単ですよね。15区の補選がありました。ありましたよね。で、あそこまではすごくみんな盛り上がってたと。で、飯山さんが落選して、その後に、はに、い、こんな声があったんですよ。 本部といいますかまあ執行部なんですけどもこの飯山さんに対してちょっと冷たいんじゃないかという,こう意見が出てきたんですがこれはね私ね全く当たらないと思いますでこのようなまあ誤解を生んだのは百田さんがライブの中でえちょっと冷静にですね飯山さんご苦労様でしたという形でちょっと急にかしこまった雰囲気で動画を上げたものですからなんかまるでね突き放しているようにもう聞こえた人がいるみたいなんですがこれはね百田さんのキャラのこれ範囲ですから全く問題ないでしょうねで肝心の飯山 山さんなんですけども何回も発信してますが飯山さんも全くそんなことは感じていないとで、しかも飯山さんは執行部でも何でもありませんのでまあ、ただの一平党員に戻ったという立場なんですよでもねなんでこういう形で層がねあの一部で発生しているかと言いますとまともとこの保守党というのはまあ中心メンバーはもちろん百田さんと有本さんってことになるわけなんですよでこの飯山さんというのはあくまでも一党員であってまあ一党員と言ってもね普通の人とはちょっと違いますよ元々付き合いありましたからねところが理 立候補するということに加えまして飯山あかりチャンネルの人気は絶大なもんですからこの、ね、保守党の中で本来は有本さん 百田さんってて人がいて、まあ、その下、まあ、下はおかしいですけども下にこのね飯山さんがいるはずがなんか飯山さんとあの有本さん百田さんだけが並列のポジションにあるかのようなね、まあ、そんなような錯覚をね起こしてる人が多いんですよね。で飯山彼さのファンというのはもうものすごいいるわけなんですけどもやっぱりそういう人たちにとってはなんか百田さんが冷たいぞ何やってんだこの野郎って気持ちがねこう芽生えるのは分からんでもないんですよ。でももねここれれあの飯山さんが何回もこれは釘を刺ししてますし 今日の配信でも言ってたんですけども、あの別に、ね、私はあくまでも一党員だと、それでね、今回、都知事選挙を辞めるということを決定したんですけども、これに関しても執行部のね、これは意向で終わったわけだから、私はどうこういう立場ではないとで、これに関しては別に何とも思ってない、ただということは言ってました、残念だって気持ちはあると。 でこれはね私も全く同じなんですよ、昨日の動画で上げましたけども、確かに都知事選挙に関しましては、出てくれるかな、出てくれたら面白いだいだろうなってことはずっと思っています、今でも思ってますよ、で実際出れば知名度も上がりますし、えー、やっぱりね、みんなの気いもつくと思うんですよね、でただ、執行部で話し合って、実際勝ち目がないということと、やっぱり資金的にかなりお金を使ってしまうと、でそもそもね、人、誰を立てるかっていうのは、ね、これはね、簡単にいかないと思うんですよ。どうしても東京都知事選挙というのは 知名度が勝負になってきますのでそのクラスね、知名度ですよね蓮舫さんとか小池さんレベルの知名度のある候補今から持ってくるというのはこれは至難の技なんです ですからいいろろ考えただ、この辞退という発表を受けて要はね、ねこの飯山さんのこのはしごを外したんじゃないかというまあおそらく皆さんね、こう感じたと思うんですけどいや、飯山さんもね、さっき私ちらっとね、見たんですけども全然そんなことはなくてですね、あのそれよりも問題なのはずっと中国の補選までわーってみんなで盛り上がってきたんですよね、この保守党というのは。それが今回の都知事選出ないということになっちゃって、まな、あ、んでしょう、みんながね、どこにこの情熱を持っていったら いいんだろうとここで困っているとだから飯山さんも言ってましたここで妙にトーンがさねトーンダウンするこれを避けなくっちゃいけないからどうやって今のこの熱をね維持するかということをみんなで模索していくべきじゃないかとで私もそれはどうしたらいいかってことは考えているとそういうことを飯山さん話してましたよねでこれに関しては全くもっと私もねこれ正解,正解と言いますか賛成なんですよねだからまずはね飯山さんのこう熱烈なねあの支持の方というのは、まあ、飯山さんもそういう考えを持って発信をしていますから だからねなんか執行部が冷たくしてるんじゃないかとかねそれはね私はね全く。まっ 当たらないいいいとと思思まますすのである意味安心してしてほねただ、そういう行為というのがこう外部のまあ保守党はあんまりねわからない方あるいはねアンチの人から見てしまいますとほれ見ろと内部でなんか分裂してるぞと飯山派と有本派に分かれたとかねでこれはねどう考えても僕はねないとしか思えないんですね実際、こんなは全くございません。で、えー、私もねこれはずっと前から思ってましたけども都知事選挙というものはねこれは最初からあんまり考えてなかったと思いますよね。 あくまでも国政に例えば5人なら5人の国会議員を誕生させる、まあ、最初は1人なんですけどもこれがあくまでも目標でやっておりますので今回の知事選に。 無駄な体力、資金力を使ってしまいますと国政選挙だってもうすぐあるわけでしょ、ここで動けなくなっちゃうんですよ。でしかもね、私もやっぱり恐れていたんですけども、今回ですよ、都知事選挙に誰かを出す、じゃあ、彼仮にね、じゃあ、井山さんでもいいですよ、まあ、井山さん、ちょっとね、厳しいと思いますけども、井山さん、出たとします。で、井山さん、確かに今回ね、1国で知名度を誇って、一定の値で力をばっと発揮したんですけども、今回、都知事選挙となりますと、選挙のこのね、エリアですよ、外線、いくらな、 何でも2週間でこんなたくさん回れるわけありません。で 保守党のことを全くく知らないい人もたくさんいますで仮に飯山さんが出たとしてもね「ん飯山って誰?」ってなっちゃいますよとなるともう目いっぱいやったところで票がねさほど伸びない可能性もあるでさらにまあ資金的なものでね少しまあケチってやろうじゃないかなんてやっちゃいますと票がかなり落ちるでしょうところがマスコミとしては例の石丸信二さんとかねそうまああるいは玉神さんですよあちらの方をアピールしますとなるとあちらの方が票をたくさん取ってしまってこの飯山狩さんがね票が彼らの 半分ぐらいになってしまいますとなんか保守党は、ね、終わったような感じになっちゃうんですよねで、それを避けるということも私は確実にあったと思いますだから今までここ話をしてきましたけどもこの段階でもねうん、何がね分裂しているのかよくわからないんですよねだからねあの飯山さんを支持している方には言いたいんですけども飯山さんもね、えー、全然ちょっとあんまり見当違いなことも皆さんありますよってことをちゃんと言ってますだからそんなことで、ね、知事選がどうのこうのではなくて、えー、今の熱をドア鉄 次の国政につなげるかって、それをまたみんなで考えていこうじゃないかってことを言ってますので、まあぜひね、飯山さん支持の方はそういう形で考えをね、チェンジしていただきたいと思います。で、あと百田さんに関しましてもね、私もこれも以前もう相当前から言ってますけども、百田さんもうちょっと抑えてくれないかなっていうのは私ね、これ正直な要望なんです。まただこれはね、なんていうんでしょうね、この百田さんのキャラの範囲の中でまだ収まってると思いますんで、なんか大きな問題になると私はね、全く思っていませんけども、ただね、やっぱりその何でしょう。 本来保守党ということで百田さんが決闘しておお百田さんがやるんだったらみんなでついていこうってことであっという間に党員が集まったわけでしょところがさっきも私お話をしましたように飯山さんっていう,もうキャラが強すぎるもんですからなんか本来ね執行部があって飯山さんという一党員がいて立候補したはずがねまるで飯山さんがねうんなんでしょうえと非常勤党首みたいなそんな言葉ないかまるでそんな形でねなんか別系統で保守党を引っ張ってるような形に見えちゃってるとうで と思うんですね。特に、えー、飯山あかりチャンネルを見てる方というのはあもちろんね百田さんの話とかね朝8を見てる方も多いと思うんですけどもやっぱりね飯山あかりチャンネルだけをメインで見てる方結構いるはずです相当いるはずなんですよとなりますと日本保守党のことというのはね日本保守党イコールなんか飯山あかりってこうねこう考えちゃってる人もね多いんじゃないかと思いますねで飯山さんもねそれをねかなり恐れてると言いますか危惧してると思いますね、えー、今日の話っぷりりななんんかか見ててましても、飯山さんかなり気 を使ってねその辺は話しているのはすぐ分かりましただからまぜ、あ、ひね飯山あかりさんを応援している方っていうのは保守党がねもう全然こう意味不明なところで分裂するなんてこと一番飯山あかりさんを恐れてると思いますのでそこはぜひ気持ちを汲んであげましてあげてもらいましてえぜひまあ一致団結するような方向にね、行ってほしいと思いますいかがですかね私はねこんな形で何も間違ってないと思うんですけども あとはまあ外部の方から見るとなかなか分かりづらいと思いますね。例のほら、参政党のごたごたもあるでしょう。で、あの、参政党のごたごたにつきましても、私はもう全然外部なんですけども、正直言ってよく分かりません。本当によく分からないんですよね。いろんな人の意見を聞くと、ああ、神谷さんの言ってることもそうだなとかね。あと、あの、参政党辞めた人の意見を聞くと、 あ,あ、そっか。武田邦彦さんの言ってることもそうだなと。だけど本当のことは分からないと。でも外から見ると、なんかね、ぐだぐだしていて賛成と大丈夫かなって思っちゃいます。だからそんな気持ちでね、保守党を見てる方も多いんじゃないかって気がしますね。でさらにね、アンチと書きましたから言いますけども、アンチの人はいていいと思いますよ。特に、ま、あの、百田さんと飯山さんのあのキャラクターというのは、ダメな人は私はダメだと思います。私もね、かなり動画を上げまして、もちろんね、百田さんとかの飯山狩さんほどじゃないんですけども、 まあ動画を上げますと、ね、何万回という形で、まあ、たまには10万再生とかそういうこともしましてそれなりにコメントたくさんいただきますから全部目を通しましたからねよく皆さんの考えというのは分かるんですけども日本を保守党応援してるんだけども百田さんのあれはどうも駄目だなとかねあとはね飯山さんに関してもやっぱり入りますよ飯山さんちょっとあれはなーっていうのは入りますけどもまあまあこれはねキャラクターのうちだと思いますね。でアンチののの方っていうのは、ね、特に、えー、この日本、ね、保守とを憎し になっちゃいますと余計にね。あの、百田さんと飯山さんのキャラクターっていうのは鼻につくというのはこれはね。これで私よくわかるんですよ。逆の立場になったらやっぱりそうなっちゃいますもんね。だけど、まあ話はね。ぜひよく聞いてあげてくださいえー、そして特にまあ飯山さんになりますとね。あの例の中、東の話になっちゃうもんですから。ああ、皆どうしても攻撃する人が多いんですけども、ただね。これは私ね。あの平等な観点から見てますけども、飯山さんは決してですね。イスラエルをなんか全面擁護してそれいけ。それいけイスラエルなんてことはね。一 も言ってませんこれはねね間違いないなです、ね、ただあ,あの反対側のあの陣営ですねあそこの彼らが被害者だということでマスコミがね妙な偏った報道をすることがおかしいということを引き続きずっとね最初から飯山さんは言ってるんですねそれがなぜかですね、えー、飯山さんはあのちょっとこ YouTube では言えないような形でね、えー、こういう弱い人たちをああしてしまえとかねこうしてしまえって言って加担してるんだって言いますけどそんなこと言ってい。 言言っってててまませせんんよどう考えても言ってません私だってね早くあれなんとかね集結してもらっておんに済ましてもらえばいいなと思ってますからそれはね私皆さん変わらないと思いますけどもね。 そして今ね、ねこれ背後に使ってますけれども、まあこれ、保守党のホームページとね今回お借りしてますが、日本豊かに強くということで、これも飯山さん、はっきり言ってますよね、豊かに強くと、これをできるのはもう保守党しかいないんだと、だから私はやってるんだということを言ってました。だからそのあたりはもうぜひね、勘違いしてほしくないと思いますね。えー、それとあとはね、あのー、これ、人間、誰しもそうなんですけれども、一人の人にやっぱこうずっと思いが入っていきますとね、なんかその人に対して何か注意をしたり、ちょっとね、えー ちょっとこれなんてあんたやめてくれみたいな形で苦言を呈する人がいますとなんで、えー、ねあのそんなこと言うんだってふになっちゃいますけどもそれはぜひですね、えー、ちょっとそういう細かいねあの狭い視点じゃなくて広い視点で見ていただければなと私は思いますよはいいかがでしょうかねうんまあいろんな意見もね私あるかと思うんですけども今日はねちょっと気になったもんですからフリップと一切用意せずに今までとはね違った雰囲気で動画を上げさせていただきましたはい皆さんねそういうことになります、えー、あのぜひねあの 目先だけではなくて長期でね、見てもらえればと思いますのでそんな形でね、応援してあげればいいんじゃないでしょうか。ね。ははは。い、今日は以上になります。それでは